藤岡勇氏は2021年5月8日に将来市長に就任しました。これは副市長としての経験を経て、市長に選出されたものです。藤岡市長は姿勢の透明性を高めること、市民とのコミュニケーションを強化すること、また教育と地域経済の活性化を重要な公約として書かれています。情報元 WIKIPEDIA、情報元 ASAGO、指揮・公約の達成については、具体的な達成率の数値は公開されていませんが、 市の公式文書やニュースリリースでは、新型コロナウイルス対策や地域経済の支援策など、いくつかのイニシアティブが進行中であることが示されています。特に COVID ・19対策としてのワクチン接種の促進や、地元企業への支援が強調されています。情報もとえ SAGO ・指揮、これらの活動を通じて、藤岡市長は地域社会の安定と発展を図り、公約に基づいた姿勢を推進していると評価されています。 浅久市の公式ウェブサイトには、市長の活動や政策の詳細が定期的に更新されているため、最新の情報や達成度についてはそちらを参照すると良いでしょう。藤岡遺産市長の政策実施に関するいくつかの批判があります。主な課題は以下の通りです。人口減少問題の対策不足浅久市は人口減少という全国的な課題に直面していますが、この問題への取り組みが不十分であると指摘されています。特に、 市内の魅力向上や移住促進策が効果的でないとの声があります移住者や地元住民の定着を促進するための具体的な施策が必要とされています医療アクセスの問題市内に参加小児科を持つ病院がないことが大きな問題とされており特に家族構成の市民からの不満が高まっています市政において医療アクセスの向上は急務とされこれに対する具体的な改善策が求められていますこれらの課題への対応が市政の今後の評価に大きく影響する可能性があります 市民とのコミュニケーションを強化し、市民の声に耳を傾けることがさらに求められるでしょう。